2014F1 鈴鹿グランプリの臨時列車を取ってきました。まずは関西本線の南四日市です。
野戦 234B は四日市へ向けて発射です。古戦橋の上から撮りたくて、伊勢鉄道の川下に来ました。から特急鈴鹿グランプリ4号となります。6両編成ですが、先頭車が5両もあります。機動車ならではの先頭車ばかりの寄せ集め編成ですね。しまいましたが、次やってきました。
1鈴鹿グランプリの臨時列車の運転。動画も長くなってしまいましたが、ご覧いただきありがとうございました。